皆さんこんにちは、監督です。新千歳空港に来ています。今日はこれから沖縄那覇空港へ向かいます。今回乗る新千歳那覇は国内線最長路線となっております。11時35分発15時20分那覇空港到着のフライトになります。どんなフライトか楽しみです。搭乗ゲートに着きました。早速搭乗しましょう。搭乗機は A320、 シップナンバーが JA220A、 一応インターシップです。予約の際の座席画面も国際専用の画面になっています。今回の座席は6のキングです。こちらも今安全業務を行います。恐れ入りますが、お客さんが必要な方は後ほどお知らせください。出発です。それでは那覇空港に向かいます。斉藤からご挨拶いたします。本日は ANA1693 便、沖縄那覇空港行きご利用いただきまして誠にありがとうございます。当便、現在ちょうど佐渡島の、上空を飛行中です。この先いたしました。当便この先の経路、佐渡島から、日本海側の上空を、この先の能登半島の上空を通過して、石川、福井、鳥取の、日本海側の上空を通過して、島根県から広島県を中国地方南に下りまして、大分市の上空を通過し、
九州の上空を南下しまして、鹿児島から、会場に出まして、那覇空港へ向かってまいります。本日は、おおむね安定した気流を予想しておりますが、ちょっと島根県から大分県にかけてのあたり、少し風の変化がありますので、軽い揺れが入るかもしれません。揺れましても飛行機の運航の安全には影響ないので、ご安心ください。入れた際にはお手元の飲み物などは十分お気をつけください。本日皆様の協力もありまして、千歳空港を少し早めに出発することができました。また向かい風も予想していたよりも少し弱いので、現在のところ那覇空港への到着は定刻よりも約15分から20分ほど、早い到着を予想しております。那覇空港周辺ですが、本日は天気もよく晴れて気温が27度となっております。先ほど千歳空港出発時、気温が約10度前後だったと思いますので、気温差ありますので、どうぞ到着後は、お気をつけてお出かけください。到着までどうぞごゆっくりお移りください。本日のご利用誠にありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。この飛行機は46番ゲートに到着する予定です。那覇空港に到着しました。那覇空港へは25分到着しました。フライト時間も3時間と予定より短いフライトでした。当機は定刻よりも20分ほど早く到着しております。今日も定巡航にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。着いたせいなのか行き止めでした。これからバスで移動します。この ANA の新千歳那覇は発売や限定らしく、今回が2022年最後のフライトだと搭乗中に CA さんに教えていただきました。たまたまネットで
見つけて乗らねばと思って予約したんですが、正解でした。季節運行の路線はチャンスを逃すとなかなか乗れませんので。新千歳那覇はビーチも運行していて通年飛んでいるみたいです。機会があったらそちらにも乗ってみたいと思います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。